住之江シティナイターの2023モーターボートレディスカップは今回の女子戦の最終決戦、住之江のビーナスシリーズの第8戦のナンバーワンを決する第12レースの優勝戦です。1、2、3、4、5、6の枠なりで出揃って、どうやらそのまま枠なりで並びそう。さあ現在はかすかな追い風が吹く程度の穏やかな競争水面で女子頂上決戦。さあ1号艇の鎌倉涼、人気の中心、今年初 V の地元連続 V に王手をかけました。2号艇の清野翔子は住之江3連続優勝で V2 なるかです。3号艇の大石真央、2場所連続優勝で初優勝なるか。そして引っ張るでしょうか、4号艇の上田紗奈、地元2度目の優勝、通算3度目の優勝。5号艇の遠藤恵美、 SG レーサー最後本領発揮の V なるかです。そして6号艇の薮内瑞希が住之江初優勝、通算では4度目の優勝。1、2、ゆっくりと3号艇ダッシュ勢が4、5、6と並んで枠なりで3対3に分かれてまいりました。さあ今年のモーターボートレディースカップは地元鎌倉涼のイン逃げ優勝なるかのラストの優勝戦、12秒芯が回っていまして残り10秒を切っています。インコースから1番2番3番4番5番6番枠なりの3対3。1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇、2コース、2号艇、4号艇も出ていって、ダッシュ勢から4号艇、まずは逃げる1号艇、まくっていった4号艇の上田、懐を2号艇、5番、3番、6番と回って、さあ、バックスイッチは陰線から踏ん張って、1号艇の鎌倉涼、地元連続 V へと向かって、人気の中心、先頭、現在2番手、2号艇の清野翔子、3番手、4号艇の上田さら、現在上位が1、2、4となっています。なお、スタートは正常でした。ランタンマーク、トップは1号艇、人気の鎌倉、懐を2号艇、4号艇も攻めていきますが、先頭1号艇、2番手は2号艇、3番手、4号艇、上位3艇変わらず1、2、4でレーサー2周目へと入りますが、さあ2号艇の懐に4号艇が上がってきて、さあ4番2番がここで2番手争いになってまいりました。インコースに4号艇、アウトコースに2号艇、2周目で出したマーク、内から突っ張って4号艇上田さな回った懐を2号艇がさあ仕返してまいりますが、わずかに4号艇の上田が逆転成功か。ここで今度は1号艇と4号艇、地元大阪コンビで1停進から2停進で2号艇の清野、現在10が1、4、2に変わって、あとは6号艇、5号艇、3号艇の順、ランタンマークはトップで1号艇、さあ今度2番手争いは2号艇が切り返して回ったところ、冷静に差し返して4号艇の上田ですが、さあ2号艇と4号艇まだまだ2番手争いですが、わずかに現在4号艇の上田最終周回へと入ります。さあ先頭には1号艇の鎌倉涼、女子頂上決戦見事陰線から押し切って人気の中心、今年のビーナスシリーズの第8戦の優勝者1号艇の鎌倉涼、そして2番手争い4号艇と2号艇の接点は最終周回から出したマーク、4号艇回ったところ2号艇ですが、4号艇の上田が見せ場を作って逆転で競り勝っていまして1、4、2、あとは後方は6号艇、5号艇、3号艇の順になっています。鎌倉涼はこれで今年初優勝、地元2回目、通算では21回目、地元1年1ヶ月ぶりの見事連続優勝、そして2番手は惜しくも見せ場を作った4号艇の上田さな、地元優勝戦は大阪コンビ、3番手2号艇の清野で間もなくゴール、優勝1号艇鎌倉涼ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番5番ゴールイン、3番がゴールイン。